速ですね、表彰の方からまずしていきます。第3位大塩亜生久保田さん、第2位大塩亜生福島さん、第1位の発表です。みんなが楽しいなと思える環境を僕が発信できたりとか、逆に僕がそれを伝えられたらいいなって思う一年に行動していきたいと思いますので、みんなでスタイリスト、カラーリスト、あとスパニッシュとマスクとアイリストもいて、たくさん人数が増えているので、みんなで力を合わせてカラーリストもちょっと今度はアドレスかけていきたいなと思っているので、今年も頑張ります。また全員で力を合わせて、目標達成できるように頑張ってます。レセプションもネイルもアイも、ヘアの方も、少ない人数で、必死になって頑張ってこれたのも、みんなのおかげだったので、すごい今にいるスタッフも感謝しています。今年はスタッフっていうところをいっぱい増やして楽しい制作をしていこうと思います。よろしくお願いします。お客さんに思いが届いて、今回結果につながったのかなと思います。アイリストとしては一応受けるように頑張りたいです。人にあふれるお店に手段をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。リーダー陣をもっとさらに強化して、今いる力をもっと上まで持っていけるように、行動していきます。この上位戦を好きにやってくれるお客様を増やそうとか、そういう思いを12月にお客様に伝えて、達成することができたかなというふうに思います。新規のお客様にたくさん来ていただいたので、今年もまた来ていただけるようにできて頑張ります。今年は指名とかダイエットです。まさか入賞できると思ってなかったので、来年度も入賞できるように、今年1年頑張りたいです。年間3位入れて嬉しかったです。これからも頑張ります。入賞させていただきありがとうございます。1位は譲りません。